では続いてはですね、今回、僕がいつもお世話になっているジプシージャズの、ギタリストを、招いての CD のレコーディングとなったわけなんですけれども、その中でももともとはジプシーミュージシャンでは、ないんですけれども、僕の本当に何ていうんですかね、憧れのベーシスト、同じベーシストとして関西で活躍されていて、本当に何においても僕のこう上位互換というか、もう全てが目指す先の人のような、すごい大好きな先輩で、これもまた篠原さんがこっちに来た時に、一緒に共演するきっかけがあって、ジプシージャズにもすごくハマってくれて、一緒にやりましょうということで、お招きさせていただきました。続いての登場はウクレレ坂田圭司。衣装の指定をしてて、今回は衣装の指定を誰にもしてなかったんですけども、ちょっとやっぱりガラシャツ寄りにしてくださるんですね。いや、それはもう先に寄せてよ。せめてもせめてもな。ミッガルで。すみません。何やったら西浦さんの方が普通になってますけど、ね。これどこで倒すの？これ。これはちょっと内緒なんですけどね。スワーさんにもなかなか無駄でわかんない内緒です。来た瞬間なんかそれどこで売ってるんですか、言ってるのか。靴下もね、止めと靴下もですね、合わせてるんですよね。おしゃれ。やっぱり気がしなくてはおしゃれですね。入りました。西野も僕らにはよくわかんないですけど、そうと言っておりますけども、続いての曲も収録した一曲でございます。ジャーマネ・ハルソの作品、フル・ジュ・アンニュイという曲をお楽しみいただきたいと思います。
さまざまなジプシーラジオのスタイルがありまして、古くからあるスタイルや、今のようなスタイルも、本場がフランスでも、発展していっているというところでございまして、ちょっとこういろんなテイストを混ぜた、アルバムを、作っているという感じでございます。